はい、始まりました。ハローミキティチャンネルです。今日はですね、素敵なゲストをお呼びしております。もう早速呼んじゃいましょう。ハリー杉山さん。ハローハローハロー、ジョイじゃないよ、ウェンチじゃないよ、ハリー杉山です。どうもよろしくお願いします。ノンストップ出ました。今日ね、ノンストップ終わりですもんね。はい、そうです、収録がね。なんなら申し訳ないんですけど、ノンストップの服で来てます。それだったか、私見てましたよ。本当申し訳ございません。そっか、ね、いやね、ノンストップでいろいろとお世話になってますし。はいはいはい、なってます、そうなんですよ。私あの家でも大好きで見てますもん。ありがとうございます。もうそう終わっちゃったけど、あの英語のねコーナーも大好きでした。すいませんね、スタジオが一番シーンとするコーナーでしたね。いや、私は大好きだった。この英語いつ使うんだろうっていう。で、意外とね、ミキティあの、英語好きなんですよね。そう、私はずっとこのチャンネルでも言ってるんですけど、うん、英語をずっと学びたいっていう気持ちだけはすごいあるんですよ。はい、本当ですか？はい。いつでも呼んでください。え、ちょっとだから、それでもコラボしましょう。はい、ぜひ。ぜひ、ぜひ、ぜひ。すっ飛んできます。よろしくお願いします。なんかそもそも、なんでハリー杉山こうやってミキティのチャンネルいるかってみんなね、若干ね、混乱してるかもしれないんですけど、うん、今日すごい話したいことが一つあって、はいはい、今度あの看護のイベントをやらせていただくんですよ。はい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 、で最近看護職に対してのアンテナがいろいろと、うん、まあ、父の影響もあったりとかして、はいはい、あのビビビビとかしていて、でミキティはやっぱりあの3人のキッズをね、はい、うんうん、あのケアされてるわけですし、はい、いろいろと、そうですね、ちょっとこれはダメ元で、うん、あのやってみたいなと思って、ありがとうございます。で、この場借りております。よく来ていただきました。あの OK 出してくださってありがとうございます。ありがとうございます。え、そもそもなんでハリーさんは、うん、その看護っていう職に興味を持ったんですか？はい、そうですね、あの僕の父が比較的高齢で、うん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 、そう、で2012年だからもう結構前、10年前から、10年前、うん、そうそう、パーキンソン病とか認知症とかいろいろあって、 で、その後僕在宅、まあ、介護も経験したりとかして、うんうん、家族がケアするってことですよね。そう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 、で、いろんな病と向き合う中、うん、病院に救急搬送されてしまう、でそれで看護師の皆さんがね、本当に寄り添ってくれて、うん、もうなんていうのかな、今まで自分が経験してきたことをもうすごい簡単にやってくるわけだし、はい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 、なんか常に笑顔に包まれていて、そうですね、うん、で気になることも全部聞いてくれたし、うんうんうん、でやっぱり心配なこといっぱいあるわけですよ。そう、あるんですよね、老人だから、うん、これからどういう、 こう流れなのかみたいなとかもね、うん、そうそうそう、うん、ぶっちゃけ生きるのか死ぬの か、うん、かどうなのかとか、うんうん、もうちっちゃいいろんな問題とか、はい、でもそれを全部しっかりとやってくれるわけだから、もう本当感謝の思いでいっぱいですね。なんかファミリーな感じになりますよね、入院してると。そうなんですよ、そうなの、うん、で、ですね、できるだけ彼女たち、彼らたちがすごいっていうものを伝えていきたいっていう活動をさせていただいてます。素晴らしい、うん、でも本当にうちの息子も本当2年前、3年前ですか、うん、コロナが始まったばっかりぐらいの時にスケボーをやってて転んで肘の骨折って、覚えてますよ。最初は痛い、ちょっと痛い、ちょっと痛いって言ったのが、そうそうそう、次の日めっちゃ痛いになってね。そう、うん、そうなんです。で、手術になって、その時もやっぱりもうコロナ禍なので、うん、やっぱり何、付き添いで泊まれないみたいな、うん、じゃあその時8歳ぐらいかで初めて入院泊まるし、ちょっとビビリなタイプなので、うちの息子は大丈夫かなと思って、でもなんか心配してると心配するだろうから、大丈夫大丈夫、看護師さんもいるからって言って、うん、夜も一人じゃない、このお姉さんたちいるから困ったら呼びなさいって言って、トイレもめっちゃ信用してるじゃん、トイレも怖いと思うから、うん、そしたらもうピンポン押して、うん、トイレ行きたいですって言えばお姉さんたち連れてってくれるからって言って、もう看護師さんの方にもちょっと夜怖がりなのでトイレ一人じゃ行けないかもしれない、ピンポン押すと思いますって、うんうん、お願いしますって言ったら、うん、あ、もう全然大丈夫ですよって言って、うん、そう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 言ってくれて、すごい息子も、うん、そう安心して、息子さん、うんうん、あの看護師の皆さんの子好きになっちゃったんじゃないですか。いや本当危ないですよ ね、 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 ね、でも本当に子供にも優しいし、うん、寄り添ってくれてるっていう感じはすごくします。うん、私やっぱ看護師さんの皆さんには、うん、まあ、特に出産が一番大きいかな。やっぱ出産ってなんかもう初めてのことで、はい、もしかしたら私死んじゃうんじゃないかみたいな、だって今までで一番痛い痛みと謎のなんかこう体験をするわけじゃないですか、これから。でも本当に
出産は看護師さんが出産させてくれるっていう感じなんですよね。もう寄り添ってくださるわけですね。そうです、常に。もう、うん、あの検診の時から大きくなりましたねとか、うん、あちょっと体重増えすぎですねとかっていうケアから、うん、もう出産の時は本当痛い痛い痛いのこの陣痛の時からずっと看護師さんが寄り添ってくれて、うん、で出産後もそうだね、出産後ももう本当看護師さんばっかりで、やっぱりこうこの子をどう育てたらいいんだみたいなところを、なんかこう体重増えてるのかな増えてないのかなとか、おっぱい出てるかな出てないのかなっていう不安も全部こう取り除いてくれました。不安なことがあれば、うん、やっぱりその看護師さんにも、はい、もうね、オブラートに包まず全て聞くことができる、うん、できる、本当もちろんプロフェッショナルですし、うん、やっぱりこう何人も何人もって見てるじゃないですか、うんうん、でいろんなケースを見てるから、あそれは大丈夫よってすごいあの安心させてくれたりとか、うん、そうそうそう、なんか体重が増えてるか増えてないかで、はいはい、その母乳が出てるか出てないかを見るんですよ、うん、だから飲ませてはこうなんかこう体重計に乗せてこう書くんですよね。 そう、それがもう大丈夫大丈夫、なんとかうんちさっき出たからじゃないとか、そういうのでやっぱり声かけ一つでやっぱりこっちは安心できるもんだなと思いましたね。社会のヒーローだと思うんですよ、だって、うん、そうですね、そういった方々がいらっしゃらないともう将来が見えてこないというか、はいはいはい、ただでさえも少子化問題のこといろいろあるわけで、そうですね、あ助産師 の、 あの存在に関してちょっと聞いてみていいですか、うん、はいはいはい、うん、助産師さんはやっぱりもうなんだろうななんて言うんだろうな、なんかもうお母さんみたいな、私のお母さんとしてこう病院にだいたい、うん、5日ぐらい入院するんですよね、出産後って。でも本当お母さんのように、まあ、年下年上関係なくいろいろ教えてくれるし、うん、そしてなんかこうスパルタでもあるっていう、スパルタ、やっぱりこうその母乳を出す出さないとか も、うん、なんかもう痛いけどはい頑張ってねみたいな淡々とやってくれるっていうところもあるし逆にすっごい向き合ってあの話を聞いてくれたりとかもするし、すごい助けられますね。しかも助産師さんって僕結構勘違いしてたんだけれども、うんうん、それこそ出産だけに立ち会うって、うん、ごめんなさい勘違いしてた、はい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 、じゃなくて、うん、お母様だからミキティのケアも、はい、日常的な運動とかどうすればいいのかとか、そうですそうです、産後のケアとかも、うん、あこれもシェリーから聞いた話なんだけども、うんうん、あのもうそれこそ元の体型に戻すためにどうすればいいのとかそういうお話もいっぱいあったりとか、そうですね、あの、うん、聞けば基本的には何でも答えてくれます。もう骨盤ベルト持ってるのみたいな、もうすぐ締めなさいみたいなとか、足出してちゃダメよ冷やしちゃダメとか、そうそうそう、後々怖いわよみたいな年取ったら怖いんだから冷やしたらみたいな、本当になんかお母さんでありお姉ちゃんであるみたいな感覚ですね。じゃあミキティにとってはどんな存在だった、なくてはならない存在だったんですか。いやなくてはならない、もういなきゃ産めないっていう、もうそれはもう何人産んでも看護師さんもいなくてはもう無理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 って感じですね。今いやあのいつも結構見させていただいて、はいはい、YouTube あの、ま、今日看護の話じゃないですか、看護師との関係性もどんどん深まっていきながら、庄司さんとの関係性どうなってんのかなと思ってて、結構あの例えば家帰った後とか、うん、看護師さんこう助産師さんがこういう方になって、うん、旦那様とお話ししたことってあったりします？ ありますあります。だから、うん、助産師さんに言われたことをそのままちゃんと伝えたりとか、旦那さんもやっぱりもちろん初めてお父さんになるからすごいもう助産師さんの言うことはもう素直に聞いてましたよ。はいあの沐浴の仕方とかも看護師さんが教えてくれるんですけど、そうそうそうやってましたね。どうですか結婚したいあしたい、うん、あ本当ですか。いやしたいですよ。どうですか、なんで本当ですかって言うんですか。なんかわかんないけど、うん、全然したくないっていう人もいるじゃないですか。まああんまり興味ないですねみたいな、まあ、確かに、うん、ジョイとかユージは、うん、気がつい、特にユージなんて大家族じゃないですか。もう3人、もう残ってるのって本当僕とウエンツさんぐらいしかいないと思うんですよ、あのなんかいわゆる確かにあのメンツの中では、うん、確かにな。そうでシェリーにもよく言われるし、あんたいい加減そろそろするタイミング来たんじゃないのっていう、うんうん、おそらくシェリーのイエスがない限りもしかしたら結婚できないかもしれない。いやじゃあもうそれはシェリーちゃんに紹介してもらうが一番いいんじゃない、うん、ですよね。ハリーすごいいい人を見つけたよって言って。いや本当本当でシェリー超パワフルママだけど、うんうん、シェリーのあのパワフルバイブスと同じバイブス、うん、ミキティは持ってます、ね、確
確かにすごい話合いますもん、ね、結婚してほしいの、その時には決まった時にはちょっとご報告にまた来たいです。ちょっと楽しみに待ってます。 そうですね、でその前に英語のコラボとかなんかできたらとても嬉しいです。ぜひぜひ本当に私興味ある。はい、じゃあミキティ最後にね、うん、はい、なんかちょっと英語に興味があるということで、ね、看護職、に携わる皆様に対して、はい、ありがとうという言葉をね、はい、うん、でありがとうってそもそも英語でなんて言うと思います？ Thank you! Oh yes! Wow! Thank you! The hot one is amazing! いいね、声ですよ、ね、でなんか看護職、うん、まあ、看護師の方っていうのは英語で言うと Nurse、うん、Nurse ちょっと R を巻いてるけど Nurse、 okay、 はい、N-U-R-S-E なんですけども、うん、Thank you 以外にも、うん、もうちょっと深めの、はい、ありがとう、うんうん、Thank you so much、 Thank you so much、 okay、 それいけますね、はい、From the bottom、 Bottom、 うん、そこまでいきます。 Thank you so much from the bottom、 okay、 of my heart、 心底大感謝、はぁ、okay、 of my heart、 そう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 、そういうこと、ちょい長めですけども、いけます、いきますよ、はい、ちょっともう一回やって、 okay、 Thank you so much from the bottom of my heart、 There we go、ちょっと今日誰かに使う、いっぱい使ってみてください、はい、旦那様にもぜひともね使っていただいて、そうですね、使います、うん、はって言われると全然わかんないからでミキティ一番最後にですね、はいはい、ちょっとイベントのお話をさせていただいて、ぜひぜひ、よろしいでしょうか。看護のイベント看護チャンネル、うん、イベントなんですけど、はいはい、私 MC を務めさせていただきます、はい、ぜひともねこの番組を、見ていただいて、うん、そしてイベントに参加していただいて、うん、将来ちょっとね看護職にちょっと憧れを感じてほしい、いやもう本当に素晴らしい職だし、うん、本当にみんなから感謝される職なので、うん、ぜひぜひ興味持っていただきたいと思います、うん、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、詳細は今ズズドドドドドドドーンって出てくると思います、はい、5月8日です、はい、Let me clear. Thank you. Thank you. So much. So much. From the bottom of my heart. Yes. ありがとう。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。